宇宙世紀の新選組ニューディサイズの人生。ニューディサイズは小説フォトストーリーガンダムセンチネルに登場した軍事組織です。グリプス戦役でエウーモにピターンズが敗北し、地球連邦軍がエウーモを中心としたスペースノイド派に標準することを良しとしない者たちが結成した勢力です。作中ではブレイブコッド、トッシュクレイ、ジョッシュ・フショーなどの人物が描かれており、ゼクアインやゼクツバイ、ガンダムマーク5、ゾディアックといったモビルスーツに登場してスペリオルガンダム、ファッツ、ゼータプラスを中心としたタスクフォースアルファと戦い抜きました。今回はそんなニューディサイズの者たちの人生について解説させていただきます。なおガンダムセンチネルのストーリー解説動画も出しておりますので、まだの方はぜひこちらも合わせてご覧ください。宇宙世紀0087、同じ地球連邦軍の派閥である新スペースノイド派のエウーゴと新アースノイド派のティターンズの戦いであるグリプス戦役において、エウーゴのクワトロ・バジーナがダカール宣言でティターンズの非道を白日のもとにさらしたことから、地球連邦軍はエウーゴ主導のもと再編成されていくことになりました。しかし地球連邦軍が新スペースノイド派に標準することを良しとしない者たちがいました。その一つが地球連邦軍共同団です。共同団とは戦闘技術を研究開発してその成果をもとに訓練を行う部隊であり、全員が教官パイロットの資格を持つといういわゆる精鋭中の精鋭部隊となります。そんな共同団の中でも、もともとはジオンの研究開発基地の一つだった小惑星ペズンに駐留していた者たちは、エウーゴ主導になる連邦政府を良しとせず、ニューディサイズを名乗りペズン基地の反対派を排除して連邦政府への徹底抗戦を表明しました。そのため地球連邦軍は討伐隊としてタスクフォースアルファを編成し、ニューディサイズの鎮圧へ向かわせました。そんなニューディサイズの人物として、まずブレイブコッドがいます。コッドはニューディサイズの首領でニューディサイズ結成の中核を担った人物です。モビルスーツ戦闘で百戦錬磨の経験を持つ歴戦の猛者であり、組織の求心力として参謀閣のトッシュクレイから期待されていました。しかしコッドは狩猟ではなくモビルスーツのパイロットとして自ら前線に立つことを望んでいたため、トッシュが狩猟になるよう進めています。月面都市ヤーズ攻防戦ではニューディサイズに味方したブライアン・エイノーから受領したガンダムマーク5に登場し、その圧倒的な強さで連邦軍の部隊を殲滅していき、さらに3機のファッツ部隊を全滅させています。その後ガンダムマーク5は連日の戦闘で補給が追いつかず、操縦系に不調をきたしていましたが、両ルーツのイクセスガンダムとの交戦時にもその圧倒的な強さで撃墜寸前まで追い詰めていきます。しかし最終的にイクセスガンダムのアリスが覚醒し、ガンダムマーク5と共に爆散してその命を切らせました。次にトッシュクレイです。一年戦争で事務中隊の一員としてソロモン攻略戦に参加した人物であり、タスクフォースアルファのモビルスーツ廃止機関ストールマニングスの旧友です。一年戦争時敵モビルスーツ隊に撃墜されそうになった際、マニングスがトッシュをかばったことで生き残っていますが、その代償としてマニングスは片足を失ったという過去を持ちます。一年戦争後はマニングスと共にコロニー駐留部隊のモビルスーツパイロットを務めていましたが、グリプス戦役前にモビルスーツ共同団に移動していました。トッシュはマニングスへの借りがあることから、自分なりの借りの返しを動機としてニューディサイズの武装蜂起に協力しています。ペズンには旧ジオンの技術を解析して開発されたモビルスーツゼクアインや、その次世代機として開発が進められていたゼクツバイが存在していますが、武装蜂起してペズンを制圧する際にはジョッシュ・オフショーと共にゼクアインで出撃していました。なおニューディサイズの狩猟はコッドであるものの、コッドが自ら前線に出ようとする性格がゆえに作戦の立案などはトッシュが行っています。ペズンを爆破して月面都市エアーズへ向かった際には、月面自治都市連合を作り地球連邦政府に対抗する月面都市連合構想を立ち上げ、エアーズ市長のカイザー・タインフィールドと共に防衛作戦の指揮を取ります。この時トッシュはツバイはガセレかと確認し、討伐隊迎撃のため出撃していました。コッドが戦死した後はトッシュはニューディサイズの狩猟を継ぎました。そしてネオジオンへの協力を良しとせず、
モビルスーツ隊を地球へ降下させてのダカール制圧およびゾディアックをチベットラサへ落とす作戦を立案します。タスクフォースアルファとの交戦時にはゾディアックのゾアンマンのパイロットを務めマニングスのネロトレーナーと戦いを繰り広げますが、片足を失ったネロを見てネロのパイロットがマニングスだと気づくものの、ゾアン2のパイロットファストサイドはすでに引き金を引いておりマニングスを撃墜するのでした。その後ゾアン1をラサ爆撃コースにセットしてシャトルに移りますが、覚醒したアリスのスペリオルガンダムによって撃墜されその命を散らせました。次、ジョッシュ・オフショーです。ニューディサイズ決起後実戦経験がほとんどないもののパイロットとして高い技量を持っており、第1突撃隊隊長に抜擢されている人物です。ニューディサイズ決起の際ゼクアインに登場してトシシュと共にペズン制圧に貢献しました。またペズン防衛戦ではタスクフォースアルファの前に立ちふさがり活躍しています。エアーズ防衛戦ではゼクアインで出撃し、少年兵で構成された部隊ホワイトフォースの指揮を任されていました。戦闘経験のない少年たちを見て、戦争とは一人前の大人同士が互いの技量を駆使して戦うものではないのかとぼやいていましたが、動きが素人にしか見えないスペリオルガンダムに苦戦を強いられプライドを傷つけられていきました。またエアーズ陥落後はネオジオンの援護で月から脱出に成功するも、この際の援護射撃によって視神経をやられてしまいます。その後はトッシュに従いシャトルに乗船していましたが、ゾアン1援護のためゼクツバイで出撃しました。しかし視界が悪い中戦闘を優位にすることはできず、最終的にスペリオルガンダムに組みつくも、ジョッシュのツバイは覚醒したアリスに放り投げられてしまい、大気圏の灼熱の中で燃え尽きるのでした。次にファストサイドです。第4突撃隊隊長を務めており、最終戦までトッシュと共に戦いを繰り広げた人物です。ゾディアックとネロトレーナーの戦いでゾディアックの引き金を引き、スペリオルガンダムとの交戦で分離した後はゾアン2の操縦を担当していました。しかしメガ粒子砲のトラブルによって爆発し、その命を散らせました。次にマイク・サオトメです。本名は不明とされていて諜報活動を行った人物です。ガンダムマーク5を積み込んだブライアン・エイノーの艦隊を丸ごとニューディサイズ側に造反させました。また実は旧ジオンの人間であるエアーズ攻防戦の終盤では密かにネオジオンとの連絡を取り、ネオジオンの援護射撃でニューディサイズを月面から脱出させていました。他にはドレイク・パーシュレイがいます。パーシュレイはニューディサイズ結成に加わった幹部の一人ですが、ペズン防衛戦終盤に戦況が不利と見てコッドたちを裏切ろうとした結果、それを見抜かれて暴殺されました。最後にブライアン・エイノーです。エイノーはもともと連邦軍宇宙艦隊の提督であり、ジオンとの間に和平という言葉はなく、ジオンは滅ぶべきと考える、いわゆるタカ派の人物です。またスペースノイドは新ジオンという偏った思想を持っていたので、新スペースノイドに傾く地球連邦軍を良しとしていませんでした。そのため作中ではペンタで新兵器 G を積み込んでタスクフォースアルファと共にニューディサイズを討伐戦と出航しましたが、マイク・サオトメの説得により艦隊ごとニューディサイズに寝返りました。しかしエアーズ攻防戦で壊滅的な被害を受け、最後はニューディサイズを地球に降下させるための時間稼ぎとしてペンタで抵抗しましたが、状況が悪いと見てタスクフォースアルファに投降しました。エイノーは意見の違いを認め合うには、認められないものは滅びるしかない、そのための犠牲は大きいほどいいと言いつつも、自分自身が降伏をしていたことから普段は温厚なベストに殴られ、次の世代たちへの侮辱であると断じられていました。ということで以上、ニューディサイズの人物まとめでした。余談ですが、ニューディサイズの人物は新選組がモチーフとされており、ブレイブコッドが近藤勇、トッシュ・クレイが土方歳三、ジョッシュ・オフショーが沖田総司、ファストサイドが斎藤をはじめ、ドレイク・パーシュレイが芹沢鴨、ブライアン・エイノーが江戸本武明と言われています。これはガンダムセンチネルのストーリーパートを担当された高橋正也氏によると、機動戦士ゼータガンダムが幕末の話をしようとしているので、センチネルは幕末の話にしたと語られており、ニューディサイズのメンバーが地名、ストーリー上の出来事も幕末の史実を思わせる内容にされているそうです。
今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。